わしの名はアリストテレス、万楽の祖と呼ばれておる。今回は新たな交通機関の提案のために乗り物を開発している研究を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学工学部宇宙航空システム工学科、谷康弘教授の研究室じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ。モービング地面航空機について研究しています。皆さん旅行に行かれるときに鉄道や飛行機あるいは自動車などを利用されると思いますけれども、幹線あるいは主要都市間は大変便利な今交通機関が日本の中ではできています。しかし地方の都市間ではこれがちょっと問題が変わってきます。例えば熊本から大分に移動する場合には福岡を回っていかなければいけない。特に海を挟んだ場合ですね、離島に行く場合あるいは四国に行く場合などですけれども、その場合も遠回りをしてしまわなければいけない。でこのような問題を解決するということを私たちの研究は目的にしています。でそのために海上を高速で移動できる手段を開発しようとしています。でその一つが今世界中で研究されていますけれども、地面航海区域というものがあります。これは船舶のように海上を移動するんですけれども、海の上を浮かんで移動するのではなくて飛行機のように浮いて移動するという乗り物です。形としては飛行機と同じように空中を浮いて移動する。普通の船舶ですと時速40キロぐらい、ホバークラフトですと時速80キロぐらい出るんですけども、この地面航海機というのは時速200キロぐらいは軽く出ます。これを使うことによって、船よりははるかに速いスピードで移動できる、また、最短距離で移動できるというふうな交通機関ができると考えています。そのようなものを今研究しております。ふむふむ、具体的にはどんな研究に取り組んでおるんじゃ。地面航空機の一つの欠点が、港から発着するということから、天気が悪いとき、特に波が高いときには運航ができない、あるいは運航が制限されてしまうという欠点を持っています。しかし私たちが考えているモーフィング地面航空機というのは、天気が悪いとき、波が高いときは上空を飛行しようと、で波が穏やかなときは海面スレスレを飛んでいくよう、そうすることによって運航率が上がるという、そういうふうなメリットがあると考えています。同じ飛行機で飛ぶと、地面をスレスレ飛ぶ場合と上空を飛ぶ場合、最適な形っていうのは変わってきます。一つの機体で、短い翼と長い翼と変形することができれば、天気がいい時も悪い時も運航できる。ただし変形をすると、それをモーフィング変形と言いますけれども、そのような機体を研究しています。まず地面効果というのが最大限に生かされる翼の形というのはどういうものだろうかと、でそれを確かめるために飛行機があるいは地面効果機が飛んでいるような状況を実験室の中で作り出します。これを使ってどのような形にしたら、あるいはどのようなモーフィング変形をすると一番性能がいいだろうかと、そのようなものを比較して一番いい形状を選んでいくと。30人乗りで時速300キロ以上で500キロの距離を飛ぶという、そのような機体を今学生と一緒に研究しております。でこれが地面スレスレを飛んでいくという、通常の航空機でしたら形は変わらないんですけども、上空を飛行するときは幅の長い翼を使う、地面スレスレを飛ぶ、海面スレスレを飛ぶときは翼を折りたたむ。でその折りたたみ方をどうするかということを考えているんですけども、実際の機体に適用したときに実現可能で、できるだけ飛行が簡単 でしかも望み通りの形になる。でそのためにいろんな方式の模型を作ってみて、でそれを比較してみるという、そういうことをやっております。谷教授の研究は今後どのように生かされていくのじゃ。これまでは交通が不便であったところも、このような新しい乗り物を使うことで、今までよりもより便利な生活ができる、あるいは経済的に発展するということが考えられます。災害時ですとか海難事故の場合にこの機体を使えば高速で移動することができますので、いち早く難破した船のところに行けるとか、あるいは急病人を本土の病院までいち早く輸送することができる。でそうすることによって地方の都市間で交通が活発になる、で皆さんの生活が豊かになるんですよね。で安全安心な社会ができると、そんなことを目指しています。崇城大学工学部宇宙航空システム工学科の活躍がますます楽しみじゃ。